バンバンクラスター。私ジャジャン菊池と、そして太陽チャンネルの太陽です。パパです。はい、よろしくお願いします。はい、念願のいやー、太陽くんしっかり挨拶できましたね。もう、はい、もうこれ宇宙です。はい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 、ということで今回は、ボンボンクラフトの街をさらに楽しく作っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、で、太陽くんが今回ロボットが好きということで、ロボットを作りたいと思うんですけども、はい、対決です。はっ、対決です、今回は。どうします、どっちがかっこいい、または強い、強そうなロボットを作れるか、どうします。かっこいい。よし、わかった。じゃあかっこいいロボットを、はい、どっちが作れるか、はい、対決したいと思います。はい、それではボンボンタウンに入りましょう。はい、はい、さあ、ほらね、太陽くんのスキンがなんかかっこいいスキンだね。うん、うん、とりあえず夜になりそうだな。ベッドあるね。やっぱり武器とか持ちたいよね。武器とかなんか、うん、剣とかさ。そうだね。あ、うん、剣とか持ったらいいんじゃない。そう、持っていいよ、持たしていいよ。あ、タロくんうまいね、作るの早いね。パパさんはあんまりやられないんですか。そうですね、バイクラは。はい、かじった手ですね。はい、あの太陽に、はい、ちょっとね、あの、はい、逆に教えたろう、はいはいはい、教えてやろうみたいな、はい、そういう意気込みでやったんですけど、始めたけど、もう全然全然かなわない。かなわない、はい、うわ、早い。なんかめっちゃ早い。黒曜石、今やってる太陽のワールドも、はい、黒曜石率高いよね。へえ。でかでかこれ、この距離感。しかもあれだね、足、それ片足、それ片足が縦になってる、すごくでかい。どうだ、どうだ、体まで行ってみよう。体まで、じゃじゃん、体作り始めてるよ。お、早いよ、負けてるよ。すごい足、距離感。これをどうする。絶対この距離感どうする。胴体やばい、でかいでかい。その下半身さ、どうする。結構でかいぞ。お、来ました、来ました、来ました、つながりました。どうぞ、つながりそうですね。ちょっと見に行こう、見に行こう。あ、本当だ、すごいガリ股。全部黒曜石で作るの。あ、そう、あ、そうだ、それは強そう。怪獣っぽいね、それ。真っ黒っけだもんね。化け物感が。すごく。とりあえず化け、ね、ただね、対決してる感じがすごい出てますよ。ね、はい。なんかもう、同じようなものじゃないですか。相対してる感じが。来ました、もしかして。来てますね、これは。なかなかいい感じのバランスだと思いますよ、これは。お、お、なんか、やばい、やばい。というか、僕から見たらそっぽ向いてる。ダイヤモンドでしょ。あ、ダイヤモンド。やるね。俺じゃあもう羽つけちゃおうかな。羽？どんどんカスタマイズされる。飛ぶぞ。なんかもういや、いいバトルだと思いますね。俺が飛んでるぞ。お互いが羽を。何？太陽君も貼り付けてんのか。まさか。これは何よ、俺金の羽だぞ。ダイヤモンドの、ダイヤモンドの、ダイヤモンドの盾、盾完成、完成。よし、でももうすぐ完成するからね。そして、はい、ということで、はい、かっこいいロボット対決、結果を発表しましょう。はい、一緒にじゃあ見ていくよ。せーの、こっち、じゃじゃーん。はい、右が太陽くんの、左がじゃじゃんの。すごい、すごいですね、独創的な感じで。この四角いのは、え、盾、これ盾か。この四角い盾で守って、こっちは、こっち、銃、スコープがついてるよ。なるほど、細かい、すごい。ロボットじゃない、ロボットじゃない。
化け物というかモンスター、ね、モンスターでもドラゴンラスボスじゃないですか、ね、中はロボットなのかな中はそう、中は機械なんだね、うん、ジャジャンのは一応ね、足がだいぶスリムになっちゃってるから足弱点ですね、これそうですね、待って足細いよね、ちょっと引き分けになるかな、引き分けかな、やっぱね、作れない、そうで作れないですね、この戦いはお互いもういい戦いすぎて素晴らしい、はい、2体のロボットが出来上がったと思いますはい、ということで今回は太陽チャンネルの太陽くんとかっこいいロボット対決やってみました。はい、どうだった？楽しかった、はい、よかったはい、ということでこちらの動画良かったと思う人はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回のボンボンクラフトでお会いしましょう。ではでは、さよなら。さよなら。バイバーイ。バイバーイ。